おはようございます。白菜です。本日のお話は、人は嫌いな人のために頑張れないというお話です。頑張ってもうまくいかないときと、すごい自分では明らかに頑張ってて、人から見てもすごい頑張ってるねと、もう言われるぐらいやってるのに、でもなんかうまくいかないと。なんでこんなに頑張ってるのにうまくいかないんだろうと。まあ、それはまあ、やり方がね、間違ってしまっているとか、力の入れどころを間違えているとか、そういう理由ももちろんあるんですけど、もう一つ別の見方として、自分を大事にしているかどうかっていうのを考えてみる必要があると思います。自分のことを受け入れられないままですね、自分のことを嫌いなままだったとすると、その自分の嫌いなところをこう、いろいろね、もう、ここがダメだとか、もっとこうするにすればいいのにとか、なんでできないんだとか、っていうふうにそこを責めてしまうとうまくいかないわけですね。で、人はですね、嫌いな人のために頑張ろうと思わないじゃないですか。だって大嫌いなやつがね、いて、そいつのために何かしようと思います。まあ思わないですよね。まあ、その仕事とかで頑張ざるを得ないっていうね、いう時はあるかもしれないですけど、でも素直に気持ちの上で、じゃあこの人のためにやろうとかっていう気持ちになれませんよね。嫌いなままだったら。じゃあ当たり前なんですよ、そんなの。人は嫌いな人のために頑張ると思えないんです。それどころかですね、もしその嫌いな対象がですね、何かミスれば、さあまあ見ろって思ったりするわけですよ。人の不幸は蜜の味というやつでね。まああんまりいいことではないかもしれないけど、でもまあ人間そういうとこありますからね、実際。で、それはですね、他人に限らず、自分にも同じなわけです。だから自分が嫌いなままでは、自分が自分のために頑張るということが難しいんですね。で、表面的に頑張っていても、全力でこうブレーキをかけながらですね、同時にアクセルを踏んでいるみたいな。意識の上ではアクセルギャーってすごいもうベタ踏みぐらいで、もうメーター振り切るんじゃないかっていうぐらい踏んでるはずなのに、もう片方の足でブレーキを思いっきり踏んでるから、キーンみたいなのが全然前に進まないっていうね。そういう状態。タイヤだけすり減っていくみたいな。自分の心がすり減っていくみたいな。まあそんな状態ですよ。すり減ってんのに前に進んでないっていうね。これはもうあんまりよろしくないですね。じゃあ、自分を好きになればいいのかという話になってくるんですけど、それができれば、それはそれでいいです。自分のことを好きになるように、何かね、その一つ一つ、好きになれるようになって変わっていくっていうのは大事なことですから、それはそれでいいし、それができればいいんですけど、でもね、例えばある人を好きになろうと思ったって、好きになれないじゃないですか。好きになろうと思って思うんじゃなくて、気づいたら好きになってるとかっていうのがね、他人であれば、そういうものですから。で、自分に対しても、同じだと思うんですよ。いくら自分のことを無理やり好きだって思う、それは好きなことだみたいな、好きな自分だって思うとしたって、そんな簡単には思えないし、好きな自分に変わろうと思っても、なかなか、その変わるのにも、やっぱりね、なかなか難しい部分があると。でも冷静に考えてみればですね、例えば大好きな人がいて、でも、たとえ大好きであったとしても、その人の全部が好きっていうことも、まあ、そういう場合もあるでしょうけど、でもそうじゃない場合もあると思うんですよね。ここは嫌いっていうところがあったりする。まあ、男女の関係で普通に付き合ってる分には、そういうのが見えなかったけど、例えば同棲とかを始めたら、あ、この人こういうところあるんだ、そこちょっと私ダメだなっていうような、ここは嫌いっていう部分が見えてきたりすると思うんですよね。それでも好きだとそれも受け入れるわけですよ。そこを好きになったわけじゃなくて、そこは嫌いなままだけど、その部分だけを見れば嫌いなままだけど、でも受け入れている。つまり全部を好きにならなくても別に構わないということです。いいところと悪いところと両方を見てですね。それを丸ごと受け入れてしまえばいいわけです。こういうところはあまり良くないけど、でもまあそれも自分だよね、というふうにね。自分が好きな人のことをこう許容するように、そうすれば
嫌いな部分っていうのが残っていても特に問題はないですし、そうやって自分を受け入れることができれば、自分を変えていくことも、ね、はるかに、その無理やり変えようとするよりも、はるかに簡単になりますので、そうすればちゃんと自分のために頑張ることができるようになります。今度はブレーキなしで、アクセルをちゃんと踏んでね、前に進んでいくことができるようになると。なので、嫌いな人のために頑張れない。けれども、全部が全部好きにならなければならないと。そういう極端なことではないので、もっと楽に自分のことをちゃんと全部受け入れてしまうというふうにね。それぐらいこう、ラフな感じで考えればいいのではないかと思います。そうすれば気持ちもだいぶ楽になると思いますしね。はい。ということで本日のお話は、人は嫌いな人のために頑張れないというお話でした。では、今日も素敵な一日を。